So, 3位、2位、1位と発表していきたいと思います。Are you guys ready? Are you guys ready? Big fan. There was just something about the broth. It was thick and creamy. The noodles were very thick. That's what I'm looking for in a bowl of ramen. You really love the little fish, the fried fish thing. Oh, I did. I love the fried. It's just every, it was the total package.こんにちは、ゆうこです。いつもご視聴ありがとうございます。ニューヨーク、最近すごく雨が多いです。先日も大雨が降っていて、洪水や冠水の被害も出ていて、大丈夫ですかとコメントをたくさんいただきました。メッセージもありがとうございました。私は大丈夫でした。今日は毎年ニューヨークで開催されるジャパンフェス主催のラーメンコンテストをご紹介いたします。今回のラーメンコンテストにはラーメン屋さんが6店舗出店されていて、その中の5つのお店は日本から参戦されていました。ラーメンコンテストは通常2日間あって、今日は1日目をご紹介します。まああいにくこんな天候だったので、お客さんの数は普段よりもちょっと少ないかなと思いました。まあ雨でも関係ないというね、ラーメン好きの人たちもたくさん来ていたので、まあリアルな感想を聞いてきたので、最後まで見ていただけると嬉しいです。まず最初にお邪魔したのが麺屋ウルトラさんです。こちらは秋田県から豚骨醤油ラーメンで参戦です。こちらのお店はカリフォルニア、台湾、そして秋田県にレストランがあるそうで、カリフォルニアではあるラーメンランキングでトップ5に入っている人気店らしいです。ラーメンは豚骨ラーメンなんですが、見た目よりもスープがサラサラで、とても食べやすいラーメンでした。美味しかったです。Menya Ultra. Yeah, how do you like it? It's really good. It's very clean. Oh, it's very good. Clean. Yes. Yes. And we plan on going through all of them. Really? So, all of it? Yes. Hi, ladies. Hi. How you doing? We're good. Thank you. Yeah. So, which ramen are you trying right now? I'm trying Ultra. Ultra. Yeah. How do you like it? I really like it. It's really, really yummy. It's very thick and flavorful. Very good. Have you had ramen before? Yeah. I'm actually from Japan.日本語喋れるの？はい、そして次にお邪魔したのがラーメンチキン野郎です。こちらはなんと滋賀県から来られていました。琵琶湖もあってとっても素敵なところですよね。そんな滋賀県で人気の濃厚鶏白湯ラーメンの専門店です。こちらのラーメンは鶏白湯のスープに昆布、椎茸、魚介類のスープも入っているダブルスープになっていました。スープも濃厚で、入っていたお肉はチキンで、アメリカはチキンをよく食べるのでアメリカ人にも好まれるお味かなと思います。ちなみに濃厚鶏白湯出汁入りって英語で何て言うと思いますか？英語で何て言うか知りたい方はパート2もぜひ見てみてください。Did you get the chicken? Yeah, the chicken one from the Chicken Boys. Chicken one from the Chicken Boys. Yeah, so how do you like it? So far, it's really good. I really love the noodles. It's very al dente, chewy. And that's how I like my noodles. There you go. ラーメンを食べていたら喉が渇いてきたので、今日はウィストル&フィズというドリンクにしました。こちらのお店はイーストビレッジにあるカフェです。ジャパンフェスにはたまに出店されています。レモネードや軽い炭酸ドリンクが美味しいお店です。今日はスペシャルメニューのユズストロベリーレモネードにしました。3番目にお邪魔したのは麺屋タイソンさんです。ついにニューヨークに博多ラーメンがやってきました。こちらのお店はなんでタイソンって言うんやろうって思ってたんですけど、なんとオーナーさんを見てびっくりしました。こちらのオーナーさんはマイク・タイソンそっくりさんの博多のマイク・タイソンやったんです。ラーメンは豚骨スープをベースに炙ったお肉がてんこ盛り乗ってきました。こちらはお肉をサービスで大盛りにしてくださいました。ありがとうございました。
麺は細麺で食べやすくて、こちらのラーメンは本当にすごく美味しかったです。そして今日1日目最後に訪れたのは柴崎亭です。柴崎亭は東京からいらしていたみたいで、東京でも人気のラーメン屋さんのようです。まず目に入ってきたのが大きな鶏肉と豚肉のつくね団子、そしてすり身、魚のすり身の揚げたものが目につきました。こちらとても美味しかったです。そしてスープは鶏と煮干しの白湯スープで、そこにネギが乗っていて、そして日本のジャパニーズペッパーですね、日本の山椒と、香味油が入っていて、とっても美味しかったです。で、この山椒、ジャパニーズペッパーの風味がね、とってもなんか新鮮なお味で、なんかちょっとしたね、シトラス系の味もしました。とっても食べやすくて美味しかったです。I like the chirashu pork for the lobster ramen the best. I like the noodles at the Japanese pepper noodle. The Japanese the pepper noodle had the best broth. I liked the broth for the ramen Tyson the best. You're going with ultimate. I know. Broth is king for me, so I think the ultimate tonkatsu is my favorite. Ultimate tonkatsu ramen Tyson.What about you? I also really love the ultimate tonkatsu, but I probably gotta give it to Shibasaki Tei over here. Big fan. There was just something about the broth. It was thick and creamy. The noodles were very thick. That's what I'm looking for in a bowl of ramen. You really love the little fish, the fried fish thing. Oh, I did. I love the fried. It was the total package.